はい、どうも矢沢です。今回はペンタックスユーザーの慶太郎くんにニコン Z6II を1ヶ月使ってもらいました。果たしてどんな感想を持ったでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。はい、慶太郎です。はい、慶太郎君もうちのチャンネルではだいぶおなじみになってまいりましたけれども、うん、はい、ありがとうございます。はい、初めての方もいらっしゃると思うので簡単にご紹介しますと、まあ、私の地元の友人でもともとバンド仲間というところから始まってるんですけれども、まあ、最近なぜかですねカメラに興味を持ってペンタックス、そうなぜなんだっていうのがありますけれども、ペンタックスを愛用していろいろ写真を撮っていて、まあ、かなり精力的にいろんなものを撮っているんですけれども、まあ、ミラーレスはね、うん、まあ、経験したことがないということで、はい、まあ、先日うちに来た時に、まあ、Z9 私のやつを触ってもらいまして、うん、でどうって聞いたら非常にまあ興味を持ってくれて、うん、面白かったですね。すごいすごいの連発でしたけどもね、うん、でまあこれなんかちょっと企画にしたら面白いかなと思ったわけです、うん、まあ、世の中ねやっぱ慶太郎くんと一緒で、まあ、レフ機しか触ったことがないでミラーレスに興味はあるんだけれども、うん、まあ、どういったものかよく分かんないなっていう、うん、やっぱ安い買い物じゃないですからね、はい、失敗したくないしなっていうのが当然あるし、うん、まあ、ネガティブな情報も入ってきたりとかする方もいらっしゃると思うんで、まあ、やはり一番ねあの身近な、うん、うん、まあ、環境にいる慶太郎くんに、まあ、ミラーレスを、使ってもらって長期間使ってもらったらどうなるのかっていうことを、面白そうだからやってみたいなと思ったんですけど、さすがにですね私の Z9 仕事道具なんで、まあ、それ貸していいよっていうわけにもいかないですそれは逆に怖くて借りれないまあ、あとはまあいくらね Z9 がフラッグシップとしては、ね、うん、価格的に安いと言っても、ね、とはいえ60万円以上するし、はい、レンズから何か揃えたら100万単位の投資になってくるので、うん、まあ、ちょっと現実的じゃないよねっていうところで、はい、まあ、現実的なラインっていうところで言うと、まあ、フルサイズだと Z6 あたりが一番いいかなというふうには思ったんですけど、うん、はい、まあ、私は持ってませんし、うん、まあ、レンタル屋さんから借りるとまあそれ掛け算でね、うん、日数分かかってくるんで長期間というわけにいかないというところで、まあ、ダメ元でですね、うん、まあ、ニコンさんの方に、私の友人でチャンネルに出ている、まあ、慶太郎君っていうのがいるんですけど、なんかミラーレス興味あってひょっとしたら Z6 買うかもしれないんで、うん、ちょっと1ヶ月ぐらい貸しちゃってくれませんかねっていう感じで、まあ、ダメ元でお願いしてみたのいいですよですねそしたらもう心よく、うん、はい、貸していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。俺のおかげ、俺のおかげで、何を借りたかっていうとですね、うん、まあ、ボディは今言いました Z6II これですね、はいはい、でレンズはですね 2470F2.8、うん、第3元の標準ズームレンズに、あとこれクリップのストロボですね、はい、であと望遠鏡はですねこっちがあれかな 72F 第3元の、はい、望遠ズームレンズ、うん、であとこれは100-400、はい、まあ、なかなか手に入らない100-400ってことになっておりますけれども、うん、まあ、これの、ね、3本セットを、はい、お貸ししまして、豪華に貸してもらいましたねなかなかこれフルに揃えたらね、うん、結構いい値段しますから ね、はい、でそれをまあ1ヶ月年末ぐらいでしたかね、そうですね、はい、ちょうど里帰りするギリギリで、はい、手にしまして、で今日が今1月20日収録ですけれども、はい、まあ明日明後日ぐらいに返却というので、はい、大体3週間ぐらいか、そうですね、ですかね、その間にじゃあいろいろ撮ってきてくださいよというふうにお願いしまして、うん、まあ、今日これからね、はい、作品を見ながらちょっと感想を聞いていこうかなと思うんですけど、うん、まあ、この辺はねやっぱりその生のそのレフ機ユーザーが果たしてミラーレスに対してどんな感想を持ったのかっていうところはまあ掛け値なしですね、はい、あの決してあのニコンさんのタイアップ動画じゃないんでお目でやっていきたいと思いますんで、うん、であとはこれ動画としては前後半、はい、ちょっと枚数が多いんで、うん、まあ、前半と後半に分けてやっていきます、はい、今回前半ですけれども、うん、後半の方もまああまり日数分けないでアップしようと思いますので、はい、そちらもぜひねチェックしていただければと思います。ご覧ください、はい、まあ、作品の前にですね、はい、慶太郎くんがわざわざこれなんで作ったんですか。これパワー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 もねサラリーマンらしいねまあこの辺豆ですけれどもね、まあこれでちょっと説明していただけるということなので、うん、先に聞きましょうか、はい、はい、まずですねやっぱり使ってみて全体的な印象として、うん、はい、やっぱりレフキーでできなかったことができるようになってるカメラだなっていう、うんうん、まあ多分普通にそうなのかなと思うんですけど、うん、本当にそういうカメラだなと思いました、うん、だからレフキーとミラーレスっていうのが同じような位置づけであるんではなくて、レフ機の新しいカメラとしてミラーレスがあるんだなっていうのは新しく再認識しましたね。で、そういう認識のもとで使ってみると、
一番最初にやっぱり違いが気になるのってファインダーのところかなと思うんですが、それをこの 表というかファイルにまとめてみたんですね、うん、あくまで私の感想ですので、はい、そのつもりで聞いていただければと思うんですが、はい、よく言われるのがやっぱり OVF と EVF って見え方が違うと、うん、OVF はきれいに見える、うん、EVF はちょっとっていうのがよく言われるんですが、そこはですね正直その差は分からないですね、分からない、うん、もちろんガラス越しに見るものとモニターなんでその違いはあるんですけど、それで撮りづらいなんていうようなことは全くなくて、矢沢さんも見ていただきましたけど、2台首とカバンにぶら下げて付け替えて撮っても全然違和感なく撮れますので、まあ、そこの差はそのくらいのもんだっていうことが言えるのかなと思います。まあでもこれはね機種による。ああそうです、うん、結構OVF はさ、うん、まあ、広角ファインダーなんで、はい、まあ、そんな大きな差っていうのはまあないんだけれども、うん、まあ、EVF はねどうしても液晶というかさ、はい、まあ、なってくるんで、もうそのドットの数とか、うん、まあ、あとはファインダーの光学的なところも含めてなんだけど、はい、割かしソニーなんかは、うん、まあ、ニコンに比べてさ、うん、はるかにもう2013年からミラーレスに着手しているメーカーなんで、まあね、α7-3 ね、うん、3あたりだとちょっときついんですよ。うん、でここ最近この2年ぐらいの間に出たものっていうのは、うん、まあ、どのメーカーもそんなにOVF と UF の差がなくなってきてはいるけど、うん、それ以前のものになってくると結構辛いのもある。あ、そうなんですね。うん、これはね結構補足としては、うん、まあ、機種によるという補足を入れておきますがなるほど、これはまだ Z6-2 の、ね、うん、感想ということですよね。そうですね、はい、で、まあ、まずそこが使って思ったところなんですね、はい、で圧倒的に違うと思ったのが確かに、うん、OVF 見たままなんですけど、うん、暗い時も見たままなんですよね。まあ、それとか暗い時は暗いまんま見えて、正直言ってちょっとね老眼と近眼ある面が厳しいんですが、EVF だとその設定した通り映るんで明るく見えるんですよね。これ作例でもいくつか出しますけども、これはもう圧倒的に大きな力だなと思いました。でやっぱり画面が明るくなるとピントも合いやすいんですかね。なんかそんな気がしましたね。ISO感度上げて明るくするとちゃんと目拾ってくれるっていうような場面いくつかありましたので、そのまま見えるっていうことが必ずしもいいところばかりではないっていうのを OVF の方ですけど思ったのがあります。まあ基本的なことですけど、レフキーっていうかね OVF の方は一回取って確認しないとその仕上がりも分かんないし、 そうですね、そこで初めてその設定が反映されるのを確認できるってところがあるけど、うん、まあ、EVF に関してはねもう設定がそのままねダイレクトに反映できちゃったりするんで、はい、まあ、そこが一番でかいですよね。そうなんですね、うん、そう設定が反映されるっていうのはよく聞きます、うん、でも明るくなって見えるっていうのはこれで自分も意外でしたね、うん、あこういうことかってまあそれ明るく設定してるからでしょそう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 、こういうメリットもあるんだな、はい、その撮った形が見えるってだけじゃなくて、うん、撮影中も使いやすいっていうふうにも作用するっていうのが、使ってみての気づきでした、うん、はい、で、まあ被写体とファインダーの関係としてはそういうふうに、はい、で今度はファインダーと写真の方ですね、うん、でそこで見ると OVF の方はもう明らかに違いますね、うん、ガラス通してプリズム通して見ただけのものしか見えてないんで、写真になった時にあ真っ暗だとか真っ白だとか、うん、あこんなだったんだっていうことはよくありますけど、うん、EVF の場合はそれはないです、うん、覗いてみたままのものが映ってるんで、とても使いやすいですよね。でやってる中で動いてるものはさすがにそんなことないんですけど、止まってるものだと写真なのか今見てるものなのか、ああ分かる分かるあれこれどっちだみたいなのはねあるんですよ。だからそこはEVF がちょっと見えづらいっていうそこにもかけられると思うんですけど、そんなことなくて見てる写真レベルで見えますよっていうのはね、ここもやっぱちょっとお伝えしたいポイントではありますね。あと細かいところでこれ以前にも言ったかもしれないんですけど、うん、
撮影した写真をファインダーの中で確認できるというところが大きいかなと思ってて、はい、あ、そうですね。で、まあ、そのメリットっていうのが、うん、舞台とか、はい、そういう、まあ、ちょっと背面液晶つけないでくださいっていうようなイベントの時とか、うん、あとは屋外で眩しい時ね、はい、うん、背面液晶でしか見れないっていう状態だとこうやってね手で隠してようやくこうやって見てましたけど、うん、それがもう中で見れちゃったりもするんで、うん、周りの光の影響を受けないって確認ができるっていうところが非常に、私はサーキットで最初にそれに感動しましたよ。うん、そうかもしれない。アルファ9持って行った時にさ、うん、今までこんなやって隠してさ、ようやく見てたのがさもうその中でふっと見えちゃうから、そうですね、これはいいなと思って、そういうまあ便利さもあったりします、うん、はい、で、そうですね、ここに一つ書いてる、はい、起動切り替えの時ちょっと時間がかかるかなっていうのは書いたんですけど、うん、ただこれ、まあ、実際かかってると思うんですが、うん、じゃあ OVF の方どうかっていうと、モニターとここ の見替え見る場所変えますから、どっちも時間がかかってるっていう点では、ああそういえば大した問題ではないなっていうのは思いますね。これも機種による。ああ、そうです、うん、Z9 はない。ああ、そうですか、うん、これはね Z672 だとあるんだわ、うん、で、あとファインダーの話からちょっと離れますけど、はい、要は起動時間も違うんだよね。で、まあ、Z672 なんかは、うん、まあ、リフ機だと俺ずっとフラグシップ D5、D6 使ってきたんで、はい、例えばライブ撮影で複数の機種を使ってた時に、うん、まあ、あ、今このシーンだったらこっちのカメラで撮りたいって持ち替えるとするじゃないですか、うん、はいはい、でこの時にもうこの腰のところでスイッチ入れてこう構えるんだけど、うん、それでもうスイッチなんか当然入ってるわけですよ、うん、それすぐにパワーッと撮れるんだけど、うん、Z672 は起動に時間がかかるんで、ここで腰のところでスイッチ入れてパッと構えてもうんってなっちゃうんだでもそれは Z9 はないんですよ。だから結構ね、まあ、ミラーレスは機種差が大きいかな。でもうそれを防ぐんだったらもうスイッチ入れっぱなしにするしかないです。そうですね、うん、そうするとバッテリーの残量っていうのが心配になってくるでしょうなかなかその辺はせめぎ合いだったりしますけれどもね。ライブなんかはもうだから後半はずっと入れっぱなしでしたね、うんうん、ちょっと開けようなんか言わないで、うん、そうしておかないとっていうのはありました。そうだね、だからまあ決定的瞬間を取り逃すぐらいだったら、うん、バッテリー予備持っていくとか、そうですね、まあ、他に余裕があれば縦繰りを追加でね、うん、購入してバッテリー2本つなぐっていう手もあったりするんで、はい、まあ、そういう点では、まあ、Z9 以外の機種を使う場合はそういう対応の方がいいかもしれないですね、うん、はい、うん、ではここを今一言で、はい、まとめてまとめと、はい、被写体とファインダーが見える OVF、うん、であと、EVF の方はファインダーと写真が同じに見える、うんうんうん、っていうところが、この2つ大きな違いで、どちらにもメリットがあるかなと思います、うん、まあそうだね、うん、俺は後者を取っちゃったけどね。俺もまとめるとね後者なんですよ、うん、これは作例の中でちょっとお話しさせていただきたいと思います、うん、じゃあそれは楽しみに取っておきましょう、はい、じゃあここからいよいよ作例を見ていきましょう。はい、はい、ではここから写真見ていきたいと思います、はい、まずは猫ちゃんです。はい、近所の猫カフェの猫ちゃんです、うん、猫はミラーレスというか、うん、瞳 AF を手にしたらまず撮ってみたいと思ってたんですねスマホで、はい、つぶかってるスマホで近所の猫撮ってもしっかり撮るんで、うん、カメラでやってみたかったんですけども、うん、もう想像以上でしたね、うん、だいたい猫ってますます言うこと聞かなくてこっち見てなんか言ったって見るわけないし、言えばますます見ないようなもんなんですけど、もう圧倒的に猫を撮るのが楽しかったですね、うん、このくらいの目でもちゃんと拾ってくれるんで、うんうん、ピントがあってちゃんと見えますね、うん、次いきましょうか、はい、でこれもそうですね、もうこんな表情とか、うん、とにかく向ければ目を撮ってくれるんで、うん、失敗がまず圧倒的に少ない、うん、いい話ですよねなんか本当幸せだなと思いましたね、猫撮ってて。大体、うん、失敗が多くて、うん、なんかね、年末にカレンダー撮ろうと思ったんですけど、うん、12枚成功なんかいつなんだろうとか思ったんですけど、うん、これだったらすぐ撮れるなと思いましたね、うん、まあ、ペット飼ってらっしゃる方はね、まあ、猫に限らずたくさんいらっしゃると思いますけど、うん、はい、まあ、当然ですけどね、まあ、うん、あっち向いたりこっち向いたりしますし、あとまあ小さいお子さん、うん、まあ、ハイハイとかし始めたばっかりとかっていうのはもうほとんど動きは動物がないですからね、うん、そういった時にちゃんとね瞳を狙ってくれるっていうのは嬉しいというか楽ですしね、うん、
で結局その分満足して、うん、その後はカメラ閉まって、うん、猫ちゃんとゴロゴロしてくれましたから、うん、それもなんていうんですかね、うまく効率よく撮れるメリットだと思うんですよね。同じ30分、うんうん、30分かけて満足したのが撮れたらそれで帰んなきゃいけないですけど、うん、10分で満足したら20分猫ちゃんと遊べますから、うん、こういうのも一つなんだろう、うん、メリットだと思います ね、 すね、はい、じゃあ次の、はい、まあこういうこんな動き、うん、これはあの同じくいたおじさんが、うん、あのおもちゃで遊んでくれてたんで撮ったんですけどこんな動きでもしっかりと捉えてくれますんで、これこそ粘ればもっと面白い決定的瞬間も撮れるだろうな、撮りやすいだろうなと思いますね。でじゃあ次お願いします。でこれはせっかくニコンのカメラ借りたんで、あの前に矢沢さんの動画であった D アクティブライティング、アクティブ D ライティング、失礼、アクティブ D ライティング、これメーカーによって呼び方違うんですけどね、ニコンはアクティブ D ライティング、うん、ソニーは D レンジオプティマイザーって言うんですけど、あ、はい、ペンタックスもありましたね、ありました、名前忘れましたでちょうど、うん、あそれにちょうどいいなと思って、うん、暗い中にいる猫を撮ってみました、うん、次の写真出してもらっていいですか。これがだいたい見たまんまですね、うん、それをその機能を使ってやると、うん、さっき見てもらった、うん、これで撮れる、もうすげー綺麗になったなと思って、うん、びっくりしましたね。明暗差を緩和してくれるというか、うん、まあ、基本的には逆光撮影の失敗ですよね、はい、普通逆光撮影すると被写体が真っ黒に潰れちゃうっていうのが多いんですけど、はい、まあ、それをまあ明暗差をまあだいぶ調整してくれて、うん、まあ、平均的な明るさにしてくれるっていうところがあるんで、まあ、これはまあ逆光じゃないですけどね、うん、その逆光の逆というか、そうですね、真ん中暗くなっちゃってるところをまあ持ち上げてくれてるという感じですけどね、うん、そんなところにもうまく作用する機能でしたね、うん、これはあの他の俺もペンタックスに戻っても使えるなと思って、うん、ペンタックスはこれほど効くかは分かんないですけどやってみたいと思います、はい、でじゃあ猫ちゃん飛ばして、次はですね、はい、電車を撮ってきました、はい、実は電車も好きで、はい、あの撮ってるんですが、うん、これはこの構図ですね、うん、電車の側面撮るのは実は自分は好きで、うん、あのこういうのを駅の、これだと駅のホームからも撮りやすいんで撮るんですけど、やっぱりいい感じの、なんて言うんでしょうかね、奥の方は圧縮効果もあって、うん、電車のその金属感もあるし、これなかなか面白いの撮れたなと思ってます。これはレンズは、これはこれ100インフ100なんですね、380mm になってるから1044かな、はい、うん、私あのニコンのあのカメラを、まあ、特に Z ですよね、うん、はい、Z を借りて Z レンズで撮った時に一番感心したのは、うん、あのこういう金属とか、はい、あとは石とか、うん、そういう硬いもの、硬いものの質感っていうのがすごく生々しいんですよ、うんうん、だからまあ自分もね、あの鉄道じゃなかったですけど、はい、まあ、なんか鎖だったかな、そういったものを撮った時にその質感っていうところにちょっとねびっくりしたっていう覚えがあるんで、その辺は一つ Z の特徴かもしれないですね、うん、これはでも面白かったですね、うん、好きな構図がますますいいなと思って、はい、じゃあ次、これもあの、まあ、これ東横線の鉄道ですね、はい、これはあのちょっとね何枚かあの入れてあるんですが、そうですね、ファインダーで見ながらちょっとずつね ISO 感度変えてるはずなんですよね。あのなんか明るさがちょっとあれだなと思って、だからこれ多分 OBF で見てたら気がつかないんですよね。あのその場で見えてるんで、撮りながらでも調整ができるっていうのはやっぱり EVF すごい武器だなって思いました、はい、まあ、見ながらね変えていくっていうことができるっていうのも、うん、まあ、ミラーレスの大きな特徴ですよ ね、 そうですね。これ電車もそうだったんですけど、うん、この後出てくるライブ、うん、ライブの撮影の時は本当に助かりますね、うん、分かる、それはまた後ほど、うん、はい、でこれも、これは駅のホームで、うん、あの反対側から入線してくる電車を撮ったんですけども、うん、なかなかいい色で撮れたと思うんです。そうだね、これもやっぱりファインダー覗きながら色作って、うん、それで撮った写真です。だからファインダーで見れなければ
逆に撮れないって言ってもいいんじゃないですかね、うん、まあもちろん液晶モニター見ながら作って撮ることはできるでしょうけど、うん、まあ、どうしてもデフ機はあれだよね、その背面液晶にしちゃうとコントラスト AF になっちゃうからオートフォーカスがガクンと遅くなっちゃうんで、はい、うん、まあ、自分の場合はもうほとんどあのよっぽどのことがない限り、はい、あのノーファインダーで頭の上で撮らなきゃいけないとかさ、うん、そういうやむを得ない時以外は使わなかったですけど、うん、ミラーレスの場合はもうねその辺は全然関係ないですからね、見ながらできるんで、うん、すごいなと思いますね、特にファインダーの中の方がさっきも言ったけどさ、はい、あの周辺の光の影響を受けないんで、うんうん、背面液晶よりもより正確に見えるよね、うん、ますますこの出来上がり見て思ったようなもんだっていう、うん、そうなんですよね、思ったようなもんっていうのが結構ポイントかもしれない、うん、はい、でこれも、同じく東横線ですね、うん、これもずっと先の方から来るやつを一個ずつ設定変えて気に入った明るさどうに変えながら撮れる、電車って意外とその動きますから意外じゃないくて普通に思って動くんで、あの日の当たり方とかってもどんどん変わるんですよね、それが見ながらリアルタイムに変えられるっていうのは、うん、本当いいですね、だからこれもさっきの話と同じですよね、この駅で気に入ったものがすぐ取れれば、うん、次の駅行ってまた取れますから、うん、効率がいいっていうとなんか悪いことみたいな捉え方する人もいるけど、いやいやいや機会が増えるっていうことですよ、そう思いますよ、うん、これは本当にそう思いましたね、はい、ぜひお願いします。でこれも、そうですね、これどこの駅だったかなちょっと忘れちゃいましたけど、うん、あの坂を下ってくる電車を取りました、うん、やっぱりあのどんどん近づいてきながらあの光が変わってくる、これホームで撮ってるの、これ全部ホームです、だいぶなんか見下ろしてる感じだよね、そうなんですよ、うん、面白いそのなんていう勾配のついた駅だったんで、うん、やっぱりそれだけに、うん、見ながら つけられるのはいいですね、うん、で電車もこのくらいだとあれですけどあのオートフォーカスが早く、うん、ピッと動いてくれるんで、うん、これ400ミリだね、これはそうです、今日は全部そうです、うん、あ今日はっていうかこの電車のやつは全部そうです、ね、あの近いとやっぱり迷惑に、あ、うん、確かに遠くからでいろんなところで狙えた方が、うん、あの迷惑にならないなっていうの、あと足効果もね結構効いてくるんで、はい、そういうメリットもありますね。ただ駅のホームで100、400持って写真撮ってるのがどう見えるかっていうのはちょっと別の問題で、いや、そうです。いくらでもいますよ、そこら辺。そうか。うちの近所でもいますから、そうです、ね、何の変哲もない駅ですけどまあそれはそれで人それぞれですからね、うん、まあ迷惑になってなければ、まあ、まあいいでしょうというところですか、はい、じゃあ次行きましょう。でお姉ちゃんになってきました、はい、これはあの矢沢さんの予告編のあったオートサロンですね、はい、そうですね、はい、これはあの高梨久部屋さん、はいはい、私の推しですが、先日ちょっとサムネイルのご協力もいただきました、そうですそうです、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございました今回一番最初に出させていただいて、あのもう入ってすぐに撮りに行ったんですけど、ここはあの70-200で撮らせてもらいました、うん、でストロボも焚いてるはず、うんうん、あの俺結構綺麗に撮れたなと思ってるんですけど、うん、まあ難しいんだよねそのオートサロンってさ、うん、本当に光がこれもだいぶ下からね、はい、そのブースの演出でね、うん、当たってるんで、まあ、基本的に車をかっこよく見せるっていうライティングになってるんで、そうですね、まあ女の子に二の次っていうところがあったりするんで、うん、難しいは難しいですけどもね、うん、うん、そうですね、うん、ちょっとじゃあ次のやつにしましょうか、はい、これもそうですね、うん、今度はもう立ち上がってまたフラッシュ焚いての話ですけども、はい、うん、オートサロンでも本当そうですね、すぐ後ろに車があったり、うん、今度逆にそうやって空間が空いたり、うんうん、いろんなシチュエーションがあるんで、うん、それでいろいろなことが試せて楽しかったですね、うんうん、まあ、大多数の方がまあ可愛い女の子をひたすら探して撮ってるんだと思うんですけど、うん、まあ、それもそれで否定はしないんですけど、はい、あのいろんなシチュエーションでね、うんうん、こんなにあのふんだんにいろんなシチュエーションがあって、うん、でいろんなことが試せる、はい、しかも今って入場料いくらなんでしたっけ、ビジネスで4000円でしたね、
普段は3000円ぐらい、3000円です、ね、3000円で1日楽しめてさ、はい、そうそうって考えるとね、すごいお得なイベントだと思うんですけどもね、うんうん、はい、次見てみましょう、はい、ここもそうですね、あの、ほんとそう、いろんなシチュエーションを試す、なんか今回もニコンとペンタックス、うん、首からぶら下げて、うん、動いてましたけど、うんうん、ほんといっぱい練習させてもらいましたね。だね、はい、で、こちらは、矢沢さんの動画にも出てた木村さんですね、うん、これは矢沢さん とたまたま会って、うん、矢沢さんが撮影してるのを初めて見たところですね。いつもメイキングで出してるんですけどね、私。まあね、まあ、それは見ますけどね。これはあれ、撮りっぱなしなの？これ撮りっぱなしです。あえて撮りっぱなしで持ってきました。あ、クレアさんの方が格好でしてます。うん、あの、矢沢さんがちょっと口聞いて、うん、で撮らせてもらったんで、あの、こんな写真出したよっていうので、すっごい緊張しましたよ。そうなの、なんで？なんでだろう。やっぱりね、なんでだろう、なんでだ、ベース弾くんだったら緊張しないけど、写真だと緊張したな、矢沢さんの前で。あ、俺の前で緊張したってこと。そうそうそう、そうなの。まあ、あと増田さんとね、木村さんもいましたし、うん、周り一応だからあれだもんね、一応本職だから。そうそうそう、で木村さんもそうでしょ。あ、まあ、それはそうだ。うん、いや、でも楽しかったです。いや、いい経験をさせていただきました。なんなら俺の写真と並べてみる、これ。やめましょうね。それいじめ言われますよ。まあ俺は二頭使ってるからね、その時点でだいぶ違うんだけどさ、うん、でもやっぱりモデルさん綺麗だといいですね。うん、そう思いますよ。まずそれ、はい、はい、で、ここからはもうどんどんと撮っていった写真になります。もういろいろその場その場変えて撮ってますけど、やっぱり共通して言えるのはやっぱり瞳 F ですよね、うんうん、で、例えばこの写真、うん、頭あのギリギリまで入れてるんですけど、はい、あのレフ機だとここまで上げられないと思うんですよね。もうちょっと、うん、頭が開いちゃう。いや、オートフォーカスのエリアの問題。あ、そうですね、はいはい、で、それを結局トリミングするなり、うん、同じワンパターンの頭の開いてる写真で我慢するかっていうのが今までだったんですけど、うん、これは思い切ってやってみると、その目に合ったままこう動かせるんで、うん、まあミラーレスの、まあ、瞳 AF ももちろんなんだけど、うん、フォーカスエリアの広さっていうのもね、大きなところで、はい、ほぼ全面じゃないですか、うん、で、不機の場合っていうのはやっぱりその取りっぱなしでなんとか構図成立させようとするとさ、フォーカスロックかけて、うん、はい、でそのままロックかけたままずらすっていう、いわゆるやり方しかないんだけど、うん、はい、そうするとやっぱりコサイン収差っていうものが起きてくるんで、やっぱブレちゃったりとか、ピントがこうやってずらした分正確にやってるつもりでもちょっと甘くなっちゃったりっていうリスクがあるんで、まあ、自分どっちかというとトリミングで仕上げる方だったんですよね。やっぱブレちゃったりボケちゃったりするとアウトだけど、トリミングだったらさ、もちろんアウトプットするサイズにもよるけど、まあ、そんなにそんなにね、ちょっと上の方切るぐらいだったらさ、問題ないんで、そういうやり方したんだけど、ミラーレスになってからはもう本当に一発でね、構図が仕上げられるっていうのも一つ大きな。そうなんですよね、全体に見えますね、今回借りて撮った中で。だから後からトリミングしなくていいっていうのは、うん、一つ作業は減りますよね。そうですね、この辺もそうですよね。で、この辺はもう人が写ってるんですよ。あ、そうなん、ね、うん、あの望遠、あえてもう前に出ることはせず、うん、後ろで隙間から狙って撮ってたんですけど、うん、やっぱりその時も構図が自由になるっていうのはすごくいいですよね。こんな、まあ、人と人の間から狙う時に、うん、あの自由に動けて撮れるっていうのは、これもまたミラーレスの、うん、メリットですね。確かにね、うん、まあ、私は前から言ってるんですけど、女の子綺麗に撮りたかったら離れた方がいいよってよく言ってるんですよ。あ、そうですね、うん、だから、うん、目線は来ませんけどね。だから計らずもその状態になる、うん、これはストロボ焚いてない。ね、確か焚いてないかな。焚いても多分届かないでしょ。うん、まあ、そうですね、うん、多分これだと地明かりかなっていう感じはするけどね、うん、だからブースによってはさ、上からすごい光が当たっててさ、はい、前髪とかで全部影になっちゃうようなブースもあったりするじゃないですか、うん、そうした時にそれをバシンと飛ばしちゃってもいいんだけど、うん、まあ、綺麗に当たってるような時はその地明かり化すっていうのもね、はい、それもそれで良かったりしますからね、うん、はい、次行きます、はい、はい、
これはストロボ当たってますね、うん、それは分かりますあのよかったと思ってで頭もちゃんと上がってて、うんうん、あの今回借りたもので撮りましたっていう証拠写真みたいな証拠写真ちゃんと使ってますよみたいな。でも、うん、目取ってくれるのは本当にいいですね。楽だよね、うん、単純に楽で、ただだからといってカメラマンが何もしないかって言えば全然そんなことはなくて、うん、もうまずでも構図に集中できる、うん、まずそれがありますよね。で色もその場で変えられる、うん、っていうことで言うような、なんだろう、ミラーレス使うと誰でもいい写真が撮れますとか、うん、誰でも同じようになりますなんていうことは、うん、それはないですね。同じようにはないよね、うん、だし決して魔法のカメラではないと思う。ちゃんとやらないとちゃんと撮れないっていうのはやっぱりあると思います。撮りながら、まあ、他のことがより一層できるようになったっていうところはあるよね。ああそうですね、うん、その言い方ですね、うん、この辺綺麗に撮れたなと思って、うんうん、ここは本当に下からのライトが厳しい、ブースだった記憶がある。うん、でもこれもやっぱり遠くから、うんうん、なんで目線はないんですけど、でもまあまあ綺麗に撮れてれば俺目線にそんなにこだわる必要ないと思ってんだけどね俺は俺もそうですけどね、うん、あったら嬉しいけど、うん、ないからといって、だって目線が来るまでさブースの前に張り付いてるような人もいるじゃない、うん、はいはいはい、でもなんか結局目線が来たところですんごい歪んだ写真になっちゃうじゃんねって思ってるんだけどさ、うん、どうしたら俺横顔でも綺麗に撮れた方がいいような気がするんですけどね、うん、そうですね、うん、さっきの写真なんか本当そうだと思います、うん、この人すごい綺麗ですよね、まあ、うち あのベストカーの連載にも出てもらってますけどね、うん、他にもいっぱいあったんですけど、うん、この人の写真ばっかになってもらいます。これなんかは、うん、近くで、うん、もうこんな風にしてもらえてるんで、うんうん、人がいっぱいなところは遠くから狙って、うん、近くのところはこうやってインスタ登録したりしながら、あ登録したの、パンフレットもらったり、SNS 登録したりって基本的にありますね、うん、だって皆さんキャンペーンがあるじゃないですか、うん、なんかただ写真撮ってくるの申し訳ないような気がして、さすがです、いっぱいパンフレットと SNS のお土産をもらって帰ってきました。来場者の鏡ですね、はい、ここのブースも綺麗でしたね。ベイリーサイドですね、うん、はい、こういうところも、うんうん、人がいっぱいいたけど、うんうん、結構意外とね、背景と着てる服が黒黒で被るんでね、うん、なかなかね、設定としては難しいっちゃ難しいんですよ。あ、うん、まあ、そうやってもお客さんはね一定方向しか狙えないんでしょうがないんだけど、うんうん、後ろから一発ライト入れてやるとすごいいいんですけどね。あ、そうですね、そういうことはさすがにできない中で、うん、じゃあどうするかですよね。そうそうそう、本当、うん、楽しかった。いろんなことができたし、うん、 ここね、これはもう本当遠くから狙った。この辺なんか多分カメラマンのなんかですね、うん、あ、うん、まあ俺の前ボケになってくださいみたいな感じでもちゃんとあれだよね、丸になってて、そうそうそう、思いがけず綺麗になったなと思って表情もいい感じでしょ、うん、障害物っちゃ障害物なんだけどさ、それをどうやって絵の中に入れ込んでいくかっていう工夫もやっぱりあるじゃないですか。そうですよね、うん、それもできると思いますね。何もみんな無理に前に出てカチャカチャやんなくても、うんうん、全然こんな写真も撮れれば、うん、これは地明かりか。そうです、ここはもうブースが綺麗だったんで、うんうん、なるべくそれを生かすように。これ北ホールに入ったところだよね。そうです、うん、で車はフェラーリなんですよね、うん、かっこよかった。はい、まあそんな感じでね、はい、見てきましたけれども、うん、ちょっとオートサロンの写真多すぎませんか。いやいや、だってやっぱね、一大イベントですよ。まあそうですね、まあ、ちょうどねタイミングよくも悪くもありましたけれども気持ちは分かりますけど、うん、まあ、やっぱり人見 F かな。そうです ね、はい、まあやっぱりその世間的なっていうか YouTube 的な人見 F の話題っていうのはもう2年前3年前からあるっちゃあるんですけれども、うん、まあ初めてに近いぐらい経験した結果分からすと非常に新鮮だったと思いますけど、うんうん、さっきの説明の中でも言ったんですけども、決して楽をする機能ではなくて、うん、はい、
その代わりに構図とかをますますその自分の思うようにできるための機能だから、確かにね、目をピッと撮ってくれるのはそれは楽ですけど、自分が欲しい写真を近づけるためにそこを機械がやってくれて、あともっと頑張りましょうねっていうそういう機能かなっていうのが、うん、使ってみた感想ですね。そうなんだよね、まあうん、撮ってもそれこそシャッター切りながらさ、うん、もう自分のいいように設定を指先でカカカカッとね変えて入れるっていう、うん、まあ、まだ借りて間もなかったからあれかもしれないですけど、はい、よりね、慣れてくれば、うん、もう操作性はアップしますんで、はい、現場効率も確実に上がるなと思うんで、うん、まあレフ機使っていて、レフ機はレフ機の良さがあると思いますけれども、はい、別にね、あのミラーレスに買ったらそっちに切り替えなきゃいけないわけじゃないですか。もちろんそうです。買い増しで全然いいと思いますんでね、うん、まあ、安いものから全然挑戦してもいいと思いますけど、はい、まあ、正直なところファインダーの話はさっき言ったけども、うんうん、安い機種古い機種になると結構差があるんで、あ、まあ、この2年ぐらい前から現在に至るぐらいがいいかなと思いますね、うんうん、そうですね、せっかく新しいものを使うんだったら、うんうん、あの古いんじゃね、そうなんですよ、なんかもったいない気がしますね、うんうん、なるべく新しいもの、いや、まあ、新品が本当はいいんでしょうけど、うん、あのレフ機って ある種成熟したところがあるじゃないですか、うん、まあ、30年ぐらいの歴史があるわけですから、はい、でもミラーレスって、まあ、メーカーによって多少は差があるけれども、はい、まあ、ニコンとキヤノンは2018年ぐらいからなんですよ、うん、だからまあ今後5年ぐらい、はい、4、5年という世界なので、うん、まあ、まだ過渡期ではあるので、うんうん、やっぱり安い機種買ってしまうと後々後悔しちゃう場合もあったりするんで、はい、まあ、その辺はね、懐事情と相談しながら、はい、選んでいただければと思いますね、うん、はい、じゃあ第1弾はこんな感じで、はい、第2弾も近々ね、公開しますんで、うん、ぜひそちらの方もご期待いただきたいんですけども、はい、ケイタロ君の方もね YouTube やっておりますので、はい、そちらの方にリンク貼っておきますので見ていただきたいのと、よろしくお願いします。あと Twitter、インスタやっております、はい、で私はサブチャンネルの方もやっておりますし、まだこのチャンネル自体登録がまだの方とか、あと今回の動画が参考になったという方、ぜひ高評価ボタンをお願いできますと大変嬉しいです、はい、以上、よろしくケイタロでした。